いつもご視聴いただきありがとうございま す, まです、ね、高評価チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。こたびは普通サイズ、よく味わってまいろうぞ。味はいかにうまい。こたびはゆったりじゃったな。さ、いつも通り退店して。お待たせしました。お待たせしました。ん、なんじゃなんじゃこりゃ。待っておらぬわ。草の中からこんにちは。時はゴールデンウィーク、黄金週間なる頃、茨城は小菓子に挟さんじた次第。小菓子というと文福飯店に来たと思う人も多かろう。しかしこたびは違うのである。フォレストガンプのジャケットみたいじゃな。ん？フォレストガンプってなんじゃ。ということでやってきたは遊び場。遊び場というより遊び場って感じじゃな。遊び場。こたびはここで飯戦じゃ。なんじゃこの糸おかし空間は。わらべが喜びそうなものが揃っておるわ。何やら大友って言葉が合いそうな絵じゃな。ワクワクな空間じゃな。さて料理も豊富じゃが何にするか。頼む。注文の方をお伺いしますね。わからん、任せる。じゃあ本日のお任せで、じゃあ行きますね。はい、頼む。お待ちください。決まったぜ。すいません、失礼します。キーマカレーですね。はい。おお、カレーできたか。なんとまあ綺麗な盛り付けじゃ。こたびは普通サイズ、よく味わってまいろうぞ。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。味はいかに。うまい。爽やかな辛さが駆け抜けよるわ。パリパリとしたフライドオニオンの香ばしさと甘み、香り高いスパイス、夏向きなカレーじゃ。おい、優しく黄身割り。とろーりまろやか村の村長じゃ。キーマにキーミは間違いないの。うまい。レトロスペクティブじゃ。うまかった。こたびはゆったりじゃったな。さ、いつも通り退店して、拙者のマスラオぶりな終了画面に行こうかの。お待たせしました。お待たせしました。ん、なんじゃ。なんじゃこりゃ。
待っておらぬわ。はかったな、シャア。じゃなくて天守。なるほどね。なんか隣でひっそり作ってるなと思っておったわ。パスタの中にキーマカレー忍ばせてるじゃん。これは気づかなかったの。すごいの。見たままにクリーミーなパスタじゃ。というか、量がとんでもないのは気のせいか。オイクリームか。これも重量級じゃの。そうか、これもキーマなのか。先に拙者が食ろうたのは予告キーマであったのか。くぅ、やられ申した。悔しいがうまそうじゃ。再びのキーマにキーミ。絶句する領女。後で知ったが 8.5 キロあるらしいの。キロとか知らんけど。君はバラより美しいの。うん、せっかくだから測るわ。50分一本勝負。クリーミーじゃ。これはうまい。カレーのクリームになっておるのか。パスタの茹で加減がよく、カレークリームもよく絡んでおるのでうまいぞ。うまい。スルスルと食べられるわ。キーマを絡めてゆかん。当たり前田の年家じゃが、キーマとカレークリームがよく合い、うまい。奥義君割をいつ出すかじゃな。これだけクリーミーじゃともはや飲める勢いじゃな。とはいえこれを見てくれている良いわらべたち、ご飯はよく噛んで食べるのじゃぞ。ふと思ったんじゃが、
これ食べきるのに何回巻き巻きせねばならんのだろうか。100回、1000回、1万回。考えただけで恐ろしくなってきよったわ。というかこれ食べきれるのか。それもまた末恐ろしいわ。周りから攻めていく小田原城攻め食いじゃ。本丸まではまだ見果てぬの。キーマカレークリームパスタはメニューにはないらしく、今回特別に作っていただいた。最初に通常サイズのキーマカレーでお店の味を見せつつ、笑ってしまうようなデカ盛りを持ってくるとは粋な店主じゃ。店主もまた歌舞伎者よの。はっはっは。おーい君割り一つずつ大事に行こうぞ。うん、難しい。うまい。うおー。粉チーズ味変解禁じゃ。すべてかけさせてもらう。よし。うまい。豊かなチーズの味わいが足されて食欲増進じゃ。これだけクリーミーじゃからの、粉チーズをたっぷりかけてもパサパサせずに美味しく食せるわ。これは米じゃ。飯じゃ。飯が忍んでおったわ。忍んでおったわ。このキーマ、パスタでありライスであったのか。粋な店主と思ってはいたが、よもや飯を忍ばせておったとはの。よもやよもやじゃ。キーマ、パスタ、またキーマ、ライスという構成のデカ盛りであったとは、恐れ入り屋の騎士も人。キーマのパスタ飯、パス飯、パス飯じゃな、これは。
そろそろ本丸を落としにかかれそうじゃな。しっかりパス飯の層になっておるわ。3をつけろよ、デコつき野郎。フォークとスプーンの二刀流じゃな。キーマ2キロ、パスタ。パスタが茹で前で 1.5 なんで、そうすると3キロ。だからまあ大体7で卵とか入れたら。それを7キロ。7超えてる可能性あるね。あ、ご飯入れてないんで。あれこれ、すみません。もしかすると8キロぐらいいっちゃった。8キロ。意外といってるのか。8キロぐらいいっちゃってるな。武士殿、7キロ超えてるそうです。うん、だと思った。この感じ体感何キロぐらいですか？今ですでに 6.5 ぐらいはありそうだ。うん、奥義する前に割れちゃった。最初のキーマカレーを含めると総重量 8.5 キロとのことじゃった。いや、むしろこれだけの量を作ってくださり感謝じゃ。拙者もよく腱鞘炎にならずにここまでマキマキしておるわ。さすがに多いの。このまま勢いで食べてしまわないと終わるの、これは。ライスがここまで手強いとは。飯とは時に寄り添い時に離れていってしまうものよの。うん、よくわからないね。結局休み休み食い進めておるわ。ギリギリじゃ。浸透滅却すればなんとやらじゃ。これでキーマのパス飯場陥落じゃ。よし、あっぶな、ギリマにやったわ。ギリギリでいつも生きていたいから。水がうまし。もう動けぬわ。今宵はここに泊まろう。
けねえ。ありがとうございました。甘味もうまそうじゃったからまた来たいものよ。